い、おはようございます。魚がおことあゆみです。本日はですね、鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡戦でございます。のアウェイでございます。ちょっと私はお仕事の関係で生きてはおらずですが、ダゾーン観戦いたします。そしてこの前のマリノス戦の際、私がね、試合後にね、ほんとなんかチーンってなっていたんですけれども、でなんか優勝はなくなってしまったのかなみたいなことを言ってたんですが、とてもね、あの温かいコメントをいただきまして、温かいコメント、励まし、勇気づけのコメントをねいただきまして、それも鹿島サポさん以外でもね、前のサポさんだったりとか田サポさんにもね、おコメントをいただきまして、本当にありがとうございました。私はね、本当にね、落ち込んでたんですよ、2日間ぐらい。でもあのコメントでね、いやそうだよねと思って、いやサポーターってそうだよねってなって、またね、気持ちを切り替えることができました。ありがとうございました。なのでアビスパ戦勝って、まだまだ優勝目指して突き進んでいきたいと思います。アビスパ戦に勝って、神戸にも勝って、浦和レッズにも勝って、フロンターレ戦にも勝って、柏戦にも勝って、横浜 FC 戦にも勝って優勝目指していきましょう。他力本願でもいいんです。とりあえず上のチーム、なんでなんで拝んでおきます、お祈り、うん、何をかとは言わません監督言いません、お願いします。ということで本日も全力で応援していきましょう。久しぶりにこのうちのユニフォーム、ということで今日の動画元気よくコメスタイル。それでは皆さん、お決まりの勝つしかない、ということでレッツゴー。はい、ということで、それでは、本当はあのリモート応援の様子はね、撮る予定なかったんですよ、不人気なので。わあ不人気なのよ、なんか同じ試合なのにね。やっぱりまあ家よりも現地の方がいいやろうね。まあそれは分からなくはない。でもやっていきます。本日のスターティングメンバーは、早川選手に広瀬選手、そして上田直美選手に関川育馬選手に幸せにくるヤーク安西選手、そしてボールを回収する佐野海舟選手に、おかえりなさい、ディオガペトカ選手、そして樋口選手に藤井選手、そして待ってました、知念選手に鈴木優馬選手の11人で戦います。うん、やってやろうぜ、私の魂福岡に届け。皆さんにね、聞きたいんだけどね、この帽子を私似合うって言われておすすめされてシーンで買ったのよ。合ってる？かぶり方ってこうで合ってる、どんぐりにしか見えないんだ、もう秋だしね。どんぐりの帽子を拾ったっていう、まあ、ただそれだけなんだけどさ、今度はね、もし似合ってるっていう声が多かったらスタジアムにかぶっていきます。前半戦レッツゴー。ゴロン、
キーコン、シュシュとシャシュがやってくれる。集団に戻して大きく蹴ります。鈴木優馬も入っています。 Get what you mean、 うーらーらー、ゴールキックになります。はい、ということでですね、前半戦終わりまして、今のところ0対0の引き分けでございます。引き分けております。怖いよね、今野くん。惜しいよね、みんなね。最後なのよ、最後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 なのよ。最後が合えば入るのよ。いいとこまで行くのよ。どこのチームもそうや。いいとこまで行って、あと一歩。ないね。どこのチームもそうや。どこのチームもそうなんやけど。とりあえず、後半戦、このペースを落とさず、怠けず、集中していきましょう。集中していきましょうって、あれ、なんの誰目線のやつ。誰に伝えてるこれ。自分自身に伝えてますね。はい、ということで後半戦レッツゴー。後半戦キックオフ。おいおいアントラーズ、おいおいアントラーズ、ワンタッチでつなげ、鈴木優馬、秋田落として鈴木優馬でした。ちょっと浮かせた、うん、あっ、いけ、まもなく90分、長いボール、仲間のところ、いけ、ああ、なんだ、切れてくる、上のところ、ボールキックになります。いや、高いですよね。なめてさ、きょ、はい、ということで試合終わりまして、まさかのスコアレスドローで終わってしまいました。まあでも前節8.0、今回1だったので、次は3が我々の元に届くでしょうと思っております。次こそは勝っていただかねばならない。可能性がある限り諦めずに戦っていきます。中断期間入りますが、またお会いしましょう。もしかしたら私の誕生日の日に、10月4日の誕生日に、天使の日にクラブハウスに出没するかもしれません。まだ未定でございます。ということで、今日も一日オブリガード、またね。バイバイ。